さて、まさに見ごろを迎えている岡山香川の桜。今日は和気町で6年前に閉校した小学校の桜を紹介します。春、久しぶりに思い出の桜を楽しもうと多くの人が校舎に集いました。校舎の窓に映る満開の桜。6年前に閉校した和気町の旧山田小学校です。校舎の至る場所を桜が彩る名所でした。閉校し静かな校舎ですが、今年の春は多くの人々が集まりました。この日、小学校を訪れたのは地元の人々らおよそ200人。桜のもと、地域の特産品などを販売する催しが開かれました。最近盛り上げるぞ。催しが開かれたきっかけは、今年2月近くの佐伯小学校の6年生が企画したイベントでした。兄弟や家族が学んだ小学校を守っていきたいと、子どもたちが自ら考え、オリジナル商品も作りました。静かな小学校に響いた賑やかな声、子どもたちの思いに心を動かされた大人たちが、桜の季節に再び催しを開きました。我が子もここに通ったのをすごく懐かしく思い出して、ちょっとうるっとしてます。遠い思い出の中にあった学び舎の風景。子どもたちがいなくなっても春になれば変わらず、この場所で桜は花を咲かせていました。数週間前、子どもたちは自分たちが学ぶ校舎の裏山に3本の桜の苗木を植えました。佐伯小の船岡山に山田小のつながりも込めて桜があったらいいなと思って、20歳とかそういう感じの時に佐伯小学校に集まって咲いとったら嬉しいなって感じで。長年多くの子どもたちが見上げてきた桜。こんだけ雨が降っているのに、こんなにたくさんの方がね、協力していただけて、で参加していただける。だんだんこう老木になってきましてね、やっぱ若い桜には負けてますけど、まだ頑張ってますから、もう 2,3 年はできるんかなというふうに思ってます。久しぶりに多くの人々に囲まれ、桜の花はいつにも増して鮮やかです。